はい、皆さんこんにちは。 Welcome back to my channel。 今回はユミさんとモロッコでの生活について話しました。ユミさんは今モロッコに住んでいて、モロッコで日本語を教えています。モロッコと日本は文化が全然違います。今日はユミさんがモロッコでびっくりしたことやモロッコの文化について話してくれました。私も一回モロッコに行ったことがあるので、モロッコへの旅行で感じたことやモロッコの魅力についてユミさんと一緒に話しました。ユミさんと話してまたモロッコに行きたくなりました。これから日本人といろいろなトピックについて話している動画をたくさんアップロードする予定なので、日本人同士の自然な会話が聞きたい人はぜひチャンネル登録をしてください。日本語の字幕もあるので、字幕なしで聞き取るのが難しかったら字幕を見ながら会話を聞いてください。では早速始めましょう。レッツゴー。はい、じゃあ今日はユミさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ユミです。で、今モロッコに住んでいて日本語教師をしています。なんだろうな、旅行とかが好きですかね。うん、あのユミさんの愛登記のビデオを見たんですけど、はい、なんかいろいろ旅行の動画とかも ありましたよね。うん、そうですね。あれがモロッコのアガディールっていう海の方の町に行った時と、あと砂漠に行った時の写真、映像ですね。砂漠ってサハラ砂漠ですか？はい、あ、そうです。ねえ、有名ですよね。有名ですね。私も実はサハラ砂漠に行ったことがあるんですよ。すごい。いつ頃行ったんですか？2017年かな。フランスの友達がいて、フランスの友達に会いにフランスに行って、うん、でそのままそこから飛行機がすごく安かったので、うん、お、そうですね、モロッコに行ったんですよ。うん、多分5000円ぐらいだったかな。そうですね。LCC がフランスだったらたくさん飛んでるので、結構安く行けますね。そうですよね。で、フランス人の友達なので、モロッコってフランス語が通じるじゃないですか。そうですね。はい。なんか友達をちょっと使って観光しました。いいですね。ユミさんはモロッコのどこに住んでるんですか？はい、今は首都のラバトから30分ぐらいの町に住んでるんですけど、前はフェズ、多分有名なんで知ってるかもしれないんですが、フェズという町に住んでました。私本当に聞きたいことがあるんですけど、はい。ユミさんはどうしてモロッコに行こうと思ったんですか？ちょうど10年前に初めてモロッコに来ました。で、その時は地球一周する船に乗っていたんですね。で、知ってますかね？はい、私それ乗りたかったんですよ。地球一周する船に乗って初めてモロッコに来て、で、私は全然モロッコを知らなかったのに、そこで日本語を勉強している学生のみんなが目をキラキラさせていたのがすごく印象に残っていて、それでずっとモロッコで日本語を教えたいなと思ってました。で、そこから日本語教師の勉強をして、2017年にやっと先生としてモロッコに来ましたっていう感じかな。いろいろな国に行った中で、モロッコが一番いいなって思ったんですか？いろんな国が本当にあったので、どこも面白かったんですけど、やっぱりそのつながりがあったのがモロッコだったかな。その旅行の後もつながれたのがモロッコだったっていう感じですね。そうなんですか。はい、モロッコの大学で日本語を教えてたんですか？そうですね。2年間モロッコの大学で教えました。で、今モロッコに住んで何年目ですか？今
4年目になりますね。今3年半少し経ったぐらい。どうですか、モロッコの生活は日本の生活と全然違いますか？うん、そうですね、もう全然やっぱり人が全然違うからもう生活も全然違うし、うん、まあ、でも今は日本のスタイルもやっぱり入ってくるので、うん、生活自体は半分半分ぐらいかなという感じですね。私もモロッコに行ったことがあるので、なんかいろいろカルチャーショックがあったんですけど、その、はい、本当に5日間ぐらい行っただけなのに、うん、カルチャーショックがありすぎて、はい、もう本当にびっくりしたのを覚えてるんですけど、はい、今ユミさん3年半モロッコに住んでいて、うんうん、はい、カルチャーショックってたくさんありましたよね多分たくさんあったけど、もうだいぶ慣れちゃってたのと、うん、やっぱ日本と違いすぎて、なんかカルチャーショックにも思えないぐらいだなっていう感じ。もう違う世界ですよね。うん、そうですね、うん。もう全然違う世界ですね。うんうんうん、まあ、モロッコ人って言っても、うん、一人一人性格は違うし、うん、考え方は違うと思うんですけど、なんかまあ、日本人って、まあ、よく言われるのが、うん、ちょっとシャイで、はい、あまり自分のことを、うん、自分が思ってることを言わないし、うん、あまり自分を主張しないじゃないですか。そうですね、そう言われますね。そう言われますよね。でいつもまあニコニコしていてっていうイメージがあると思うんですけど、うん、モロッコ人というかモロッコの文化はどうですか、その人柄というか。うん、モロッコはどうなんでしょう、おおらかな人が多いのかなと思います、うん、で、まあ、主張は日本人に比べたらやっぱりする人が多いと思うのと、うん、あとはすごく優しい人が多いですね。なんか何でも 困っていたら助けてくれる、その見返りを求める助けじゃなくて、本当に困っている人をただ助けてあげる。私もすごく助けられたことが何回もあります。あ、本当ですか。うん。あったかいっていう感じですか？うん、そうですね。なんか、うん、やっぱり困ることとか不便なことは日本に比べたら多いですね。うん、やっぱまだすごく発展はしてるんですけど、まだ発展している途中ではあるので、やっぱり生活面で困るときとか、何かしたいときにどうすればいいかわからないことがあったときに、うん、もうなんか誰かに聞いたら、あ、じゃあ一緒にやろうよとか、うん、もうすぐ助けてくれる印象です、安全面はどうですか、うん、日本って安全な国で有名なんですけど、モロッコに住んでいて危険だなって感じたこととかありますか？うん、そうですね。うん、まあ、ありがたいことに、私、今まで何もトラブルなく来れたんですけど。すごい。うん。やっぱり、夜の外出は、まあ、控えたり、まあ、夜でも結構、モロッコ自体が夜に出かける人が多いんですね。日が沈んで涼しくなってから、外を散歩するっていう人も多くて、その時間帯だったらいいんですけど、もう人がいなくなった時間になって出かけるのはやっぱり危ないかなと思いますね。うん、日本だったら深夜2時とかに普通に一人でコンビニ行って帰ってきても何もないですもんね。そうですよね、平気ですよね。うんうんうん、あとはやっぱり車の運転とかかな。車の運転がやっぱり日本よりはちょっと危ないかな。そうなんですか。す激しいんですか、はい、激しいですね。特にタクシー、もうすごいタクシーたくさんあるんですけど、もうタクシーの運転手、もう慣れてるじゃないですか、運転に。うんうんうん、だから、もうなんか、ブーンって隙間に入っていくっていう感じで、すごいなって、ね、私もモロッコに行った時に1回だけタクシーに乗ったんですね、うん、はい、その時にタクシーに乗ってバックミラーついてないことに気づいたんですよ。え
私、大丈夫このタクシーと思って、すっごく心配になったのを覚えてますね。バックミラーなくて運転できるんですかみたいな。本当ですね。いや、それはモロッコでも珍しいと思います。みんな一応ついて、ボロボロでもついてるかな。あ、そうですか。普通は、はい。なんかそうですね。日本では考えられないなって思いましたね。あとなんだろう。私、すごくカルチャーショックだったのが、まあ、ユミさんはもう慣れてるから大丈夫だとは思うんですけど、私マラケシュのお土産屋さんに入った時に、はい、お土産を普通に見てたんですよ、うんうんうん、で店員さんが近づいてきて、はい、いきなり、まあ、値段が書いてないので店員さんが値段を決めてるんですよね、多分。そうですね、はい。その観光客を見て、あ、この人はお金持ってそうだなと思ったら、多分高く行ったりしてるのかわからないんですけど、うんうんうん、なんかいきなり $10, $8, $6, $4、うん、私まだ買うって言ってないのにすごくカウントダウンされてはい、はい、で私買いませんって英語で言ったら、うん、本当にって言われたんですよ。そこまでですか。それはひどい。そう、多分暑いし、うん、イライラしてたんだと思うんですけど、うん、その後すごく怖すぎてお土産屋さん入るときはもう必ずサングラスをして、はい、何も見ていないふりをしながらお土産を見るっていうことがありましたね。そうですね。あ、買い物の仕方はやっぱり全然違うかもしれないです。教えてください。多分日本だったら、ウィンドウショッピングが普通にできるじゃないですか。うん、いろんなものがあって、これ見て、戻して、また次見て、戻して、ただ見るだけって全然 OK だと思うんですけど、モロッコだとやっぱり買うものを決めて、で、あ、これ買うなって思って手に取る。で、そこで買うから選んでるっていう風なのが普通の生活で感じますね。だから買わないものをただ見るのがあんまりできないです。そうなんですか、うん、私触りまくってましたね。だから多分何かは買うんだろうなって思われたのかもしれないですね。そうなんですか。うん、私それがカルチャーショックすぎてびっくりしましたね。はい、日本って、うん、お客様は神様って言われて育ってきてるじゃないですか、うん、はい、だから本当にホスピタリティ最強じゃないですか、うん、日本って最強ですね。で、まあ他の国にいろいろな国に行ったことがあるので、そこまでのホスピタリティは全然期待してなかったんですけど、うん、初めてお客としてお店に入って、怒鳴られたんですよ。まさか最後にそのワードが出るとは。そうそう、そのワード出たと思って。ちょっとそれはひどいかもしれない、さすがに。でも、面白いネタになったので、よかったなっていう感じなんですけど。そうですね。そう。でも本当にそれだけで、うん、他のモロッコ人はすごく優しかったですね。そうですね。旅の途中で出会ったモロッコ人の方は、うん、すごく助けてくれたり、うん、日本語が好きな方が多いんですかね、うんうん。日本語で話しかけられたんですよ。結構やっぱもう元々モロッコの人がいろんな言語を習得するのがすごく早いですけど、その中でもやっぱり日本語は結構、日本語というか日本人、私たちは見られた時に、やっぱり中国人って言われるんですね。うん、その中国人っていうワードは結局アジア全体を指しての中国人っていう意味で言われて、深掘りしてくる人は本当に中国か韓国か、日本かフィリピンかどこだみたいな感じでなるので、その時に日本だよって言ったら、あ、日本は最高だって結構なんかたくさんいいねみたいなことを言ってくれますね。親日ですよね。うん、すごく日本大好き。これは
漫画の影響とかゲームの影響もあるんですかね、うん、そうですね。私が教えてた時はやっぱり漫画だったり、あの日本のお笑い番組とか結構楽器の使いとか好きな学生もいたりとか、なんかそれを日本語で見たいから日本語ちょっと勉強始めたよって言ったり。あ、そうですか。本当に、うん、日本の文化が好きでっていう人もたくさんいたし。なるほどなるほど。私もメキシコに住んでたんですけど、メキシコで日本語を教えてたんですけど、はい、やっぱりゲームが好きだったから日本語を始めたとか、ドラゴンボールを見て日本語にハマったっていう人が多かったですね。そうですよね。なんかすごい、そんなに世界で見られてるなんていつもすごいなってそう、私より外国の方の方がよく知ってるんですよ。あ、わかります。このアニメ知ってる？とか、ミクこれ見たことある？って聞かれても、いや、もう全然聞いたことないって言ったら怒られるんですよ。そう。なんで？私もこっちに来てから詳しくなりました。学生が見てて、なんかおすすめ教えてよって逆に聞いてました、ずっと。ねえ。うん。すごく詳しくて。日本人なのになんで知らないのって怒られたことあります、一回。わかる。あります、私も。へぇ、で、もう一つすごく聞きたいのが、その、モロッコに初めて行って、今3年半、モロッコにユミさんは住まれてるんですけど、モロッコの魅力とか、モロッコのここが大好きっていうポイントがありますか？モロッコの魅力は、何でしょうね。でも最初に感じた、初めて旅行して、その後もう一回旅行では来てるんですけど、その時感じた魅力は、その街によってすごくいろんな顔があるっていうのが、すごく魅力だなと思っています。なので、もし旅行するときは、ちょっとぐるっと、時間もかかるし大変かもしれないんですけど、ぐるっとぜひ回ってほしいなって思います。私マラケシュしか行ってない。でもそれもあのモロッコを感じるいい場所なのですごくいいですけど、もし2回目来ることがあればぜひ違う街にも行ってほしいですね。ちなみにユミさんの一番のおすすめスポットはどこですか？一番好きなところ、そう、それが選べないんですよね。本当に選べなくて、なんかその旅行の中でその砂漠にも砂漠も行けるし、そのマラケシュっていう、まあ、ザ・モロッコというか賑やかなところにも行けるし、あとは海の街に行けばなんかちょっと穏やかでリラックスできるところにも行けるし、あと、まあ、日本でも有名なシェフシャウエンっていう青い街、結構インスタ映えで多分有名だと思うんですけど、そういった街もあるから、全てが絵になるというか魅力的なので、もう全部に行くのが楽しい。モロッコの気候は合いますか？モロッコの気候は意外と日本みたいに四季があるので。そうなんだ。そう、多分日本のイメージ、日本からのイメージだと、まあ、ただ暑い、乾燥しているっていうイメージだと思うんですけど、なんか、まあ、四季があって暑い時もあれば寒い時もあるし、で、まあ、夏はカラッと暑い夏が乾燥しているので、逆に日本よりも住みや、家の中だったら日本よりも住みやすいかなっていうのが印象にありますね。あ、本当ですか。最高気温は何度ぐらいですか？最高気温は多分50度超えるかもしれないんだけど、でもあの日本みたいに溶けちゃう、日本よりも住みやすいはちょっと言い過ぎたかもしれないですけど、日本みたいにあのジメジメ、湿気がないので、まあ、日陰に入って風があれば、クーラーなしでもなんとか過ごせる。50度でもですか？多分私はそうやって過ごしてきましたけど。すごい。
私もスペインに住んでいた時にクーラーがなくても大丈夫でしたね。すごく気温は高いんですよ、42度とか。高いんですけど、クーラーなしで行けたので、やっぱり蒸し暑さがあると、蒸し暑かったら暑く感じるんですよね。そうですね。しかもどこにいても暑いじゃないですか。日向にいても日陰にいても、もう絶対暑いけど。そう、汗が止まらないし、そうで1すよ日に5ね。回ぐらいシャワー浴びたいですよね、日本の夏って。わかります。夏に帰るのが怖いです。日本の夏は本当に食欲がなくなるというか、なんかもうガリガリ君だけ食べたくなる時期があるんですよ。そうですよね。そう、あ、そうなんだ、50度。それは、でも本当に50度は高い時ですね。だいたい40度、40半ば、暑い地域で。かな。私も詳しくはわからないんですが。冬はどれぐらい寒くなるんですか？冬は、マイナスはいかないですね。本当に場所が寒い地域もあるし、あまり寒くない地域もあるので、わかんないんですが、私が住んでいたところは、マイナスまではいかないっていう感じですね。じゃあ日本と同じぐらいの寒さですかね。多分気温的には日本よりはちょっと高いです、下は。でも、家の作りが結構石造りとコンクリート的な家で作られてるので、ちょっと底冷えがしやすいかなと思います。ああ、そうですか。私、モロッコに行った時に、すごく料理が美味しかったのを覚えてるんですけど、どうですか、ユミさんは、モロッコ料理が好きですか？モロッコ料理好きです。美味しいですよね。結構日本人の口に合う料理だなと思います。クスクスの、小さい粒々あるじゃないですか。あれ、美味しいですよね。あれ美味しいです。あれ、名前わからないんですけど、名前ありましたっけ？あれがクスクスです。小さいパスタの名前がクスクスで、あ、そうなんだ。だからその料理、それを使った料理でクスクスって呼んでる感じですね。あ、そうなんですか。あれは美味しかっそうそた。う。サハラ砂漠そうでです食べね。たクスクスが美味しかった。あ、本当ですか？はい。なんか私も嬉しい。ユミさんが一番好きなモロッコ料理は？一番好きなのは、クスクスか、タジンか、タジンもクスクスも種類がいっぱいあるので、タージンそれ聞いた全こ部とがあ好りき。ます。あとは、モロッコの朝ごはんで食べる、結構、なんていうのかな、ハルシャとか、たくさんパンケーキみたいなの、いろんな種類のモロッコパンケーキみたいなのがあるんですけど、それが大好きです。朝ごはんは、そっか、ご飯とか白ご飯とか食べないんですか？全然。白ご飯も食べないですけど、意外とお米はみんな食べりょ、うん、お家の料理でお米を使ったりするみたいですね。サラダにお米をよく使われてます。サラダにお米？真ん中にお米があって、で、その周りにいろいろなきゅうりとか、ビーツとか、いろんな 野菜乗せてみたいな。レストランでよく出てきます。モロッコの物価は安いですか？あんまり安くないんですよ、それが。嘘。結構、食べ物は日本に比べたら安いと思うんですけど、でも、なんていうのかな、イメージする。アジアとかでもっと安い、日本と比べたら断然安いっていう国もあると思うんですが、そんなには安くないです。7割、8割ぐらいの物価かなって本当ですか？感じ。私の生活の仕方かな、わかんないんですけど。でも、意外とかかるなっていうイメージですね。
あ、そうなんだ。うん。そうかそうか。家賃とかも高いんですか？うん。家賃自体は、まあ、日本の田舎の中心部ぐらいですかね。わかんないですけど。うん、あ、そうですか。そうですね、うん、まあ大阪とか東京に比べたら安いけど、うん、もちろん、はい、そこまで言うほど安くないっていう感じですかね、うん、そこまで言うほど安くない。今ユミさんの話を聞いてすごく住んでみたくなりました、はい、うん、やっぱりなんか旅行するのと住むのは違うと思うので、うん、私も住んでみたいっていうのがあって、うんうん、モロッコに来た、それも来た理由の一つですね。住んでみてやっぱりモロッコ好きだなって思いましたか？なんかすごく情熱的に大好きとまではいかないですけど、うん、やっぱりなんか落ち着くと言います か、なんか日本みたいにせかせかしてないのでゆっくり生活ができるし、まあ、買い物に行ったら、うん、まあ、おじさんたちが元気かみたいな絶対声をかけてくれるので、あったかいですね。ねえ、日本人少ないですよね、うん、少ないですね、まだ、うんうん、だから絶対に顔覚えられますよね。そうですね、まあ、あのアジア人がいたら、うん、あいつだなって多分なると思います。アジア人イコールユミみたいな、うん、そうそうそう、感じですよね。まあ、覚えてもらいやすくて楽ですけどね。なんか何かする時も一回行って、うん、もう一回行ったらあお前かって絶対覚えてもらえるから。じゃあユミさんはこれからもモロッコに住む予定ですか？そうですね、まあ、住めたらいいなとも思いますし、でも時々やっぱり日本の生活も恋しくなるので、うん、なんか、どうしようかなってずっと思ってます。今迷っている。うん、うん、そうですね、どっちがいいかなって、ちなみに日本に帰りたいなって思ったことありますか？はい、ホームシックになったことがありますか？ホームシックはそうですね、来て一番最初に来てから、うん、1ヶ月ぐらいかな、まだ、モロッコへ来て自分で生活を始めたんですけど、まだ仕事が始まるまであと1ヶ月ぐらいあるっていう感じで、で準備もできないし、うん、何もすることがない、その時に一番、うん、まあ知ってる人も少なかったですし、だから、そうですよね。その時が一番辛かったかな。そうですか。でも今は、特に、今は、そうですね。まあどこか行けば挨拶してくれる人もいるし、で自分で行きたいところに行けるようにも なったし。あ、そうですか。いやー、モロッコ行きたくなった。ぜひぜひ。最近、あ、コロナの状況はどうですか？コロナはそうですね、なんかモロッコは一番最初の段階でロックダウンして国も封鎖したので、あ、よかった。ヨーロッパほど、ヨーロッパ、まあ、スペインとかフランスとかイタリアほどの感染者は出てなくて、まあ、でもそれでもじわじわ出てるんですけど、そうですね。で、今は、夜の9時から朝の6時かな、何時か忘れたんですけど、まあ、夜中は外出禁止は続いてて、でも、まあ、あとは普通に生活できる感じですね。あ、本当ですか。カフェとかもレストランも行けるので、はい。普通にみんなマスクして、そうですね、意外と厳しい、まあ、地域にもよりますけど、意外とモロッコ人がマスクするのかなって思ってたら、イメージないですよ、まあ、ちゃんとみんなしてるので。そう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 、ねえ、あの外国の方から日本人なんでそんなにマスクするの、はい、ってずっと言われてたんですけど、はい、日本人って化粧してないからとか、ちょっと風邪ひいてるからとか、予防でマスクをしてるじゃないですか、はい、普段から、はい、コロナの前から、そうですね、ね、でも今世界中の人がマスクをしてるからちょっと変な感じですよね、めっちゃ変な感じです。一つ思い出したエピソードいいですか？あ、どうぞどうぞ、お願いします。そのコロナになる前に
一回ちょっと山に登った時に顔がすごい日焼けして、うん、でこの辺の皮がむけちゃったんですね、うん、でそれを隠すために私はマスクをしてたんですけど、それをマスクをしてショッピングモールに行ったら、なんか隣にいたおばちゃんが あいつは病気かみたいな、大丈夫なのかみたいな、うん、こんなところに行って大丈夫かっていうぐらいなんかすごい声をかけられて、やっぱそれカルチャーショックですね。マスクつけてるだけでもう本当にすごい、なんて言うんですか、重症な病気の人って思われてしまう、その経験があります。そうですよね、うん、マスクつける習慣がないですよね、うん、ないですね。でも今やみんなマスクをしているねえ、うん、あでも普通に生活できるんですね、うん、そうですね、今はよかった。あもうそろそろ時間ですね。あそうですね、はい、早い、本当に楽しかった。本当に時間が経つのがすごく早かったです。うん、私も楽しかったです。うん、なんかもっとモロッコのことを知りたくなりました。ねえ、ぜひぜひまた機会があれば。絶対モロッコに行くことになったら、うん、ユミさんに連絡します、うん、ぜひお待ちしてます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。で、あのユミさん今アイトーキーで教えられてるので、もし皆さんのレッスン興味があったら、うんうん、下に概要欄にリンクを貼ってるので、もしユミさんとレッスン受けてみたいなと思ったらクリックしてみてください。はい、待ってます。はい、ユミさん、じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。